はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第287回でございます。今週わけあって声が張れないので、この声のトーンでお付き合いください。聞きにくいと思うんですけど、すいません、よろしくお願いします。で、今週のテーマが教育は答えがないから面白いというこのテーマで喋っていきます。よろしくお願いします。でね、昨日のツイッターの話かなと思う方もいると思います。まあ、主にその話では関係してくるとこなんですが、この話、おそらく前にもしてるかと思います。ちょっとダラダラジオも287回目なんでね、全部覚えてなくて、また同じ話してねみたいなこともあるかと思うんですけど、ちょっとここね、ご容赦ください。で、これ実はですね、自分が塾講師やってる時からずっとと、言い続けてる言葉だから、自分の中で教育の中での一個のテーマなんですよ。教育は答えがないから面白いっていう言葉をすごく大事にしていて、でこれ教育だけじゃないとは思ってるんですけど、答えがないものてかベストアンサーがあるもの、もうこれが一番の答えだよって決まってるものって、もちろんそれを求めればいいので、まあ、楽って言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど、楽だと思ってるんですよ。でも答えがないベストアンサーって、例えば勉強法とかもそう、ベストアンサーがないからこそ悩むじゃないですか。それで合ってるのかなみたいな。でもその答えがないことって難しい、大変、辛いみたいな言う人もいるんですが、自分全くそう思ってなくて、答えがないからこそ工夫ができるわけだし、自分なりの答えを見つけることができるんだから、すごく面白いよねって常々思ってるのね。で、教育もまさしくそうで、まあ、いろんなね、方がいろんな教育法を語られるけど、ベストは未だに見つかってないはずなの。常にベター。より良い、ベターだからこそ、より良いものを、もっといいものを、もっといいものをっていろんな人が研究、実践して、教育ってどん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 進化してってると思うんだけど、で今回なんでこの話をしたかっていうと、先日のエディックスっていうね、その教育のイベントに、まあ、Google のブースで登壇させてもらって喋らせてもらったの。でその様子をね、呼び乗りの匠くんとやすくんの、ね、チャンネルで、様子が公開されてまして、で、まあ、そこでちょっと、まあ、自分の姿も映ってるので、よかったらちょっと見てみてください。でその時にそのね、雑談、その動画にね、俺雑談をしないんですよ、ほとんどね。でも匠くんとか、例えば授業の冒頭とかに若干こうフリートークみたいなのが入るんですよね。で自分は動画に雑談を入れないっていうのはこだわりなんですよ、一つのね。でそれにはもちろん狙いがあるの、自分なりに。もちろん雑談もしたいよ、途中とかで、まあ、動画ってやっぱ勉強動画長くなっちゃうから、若干ちょっとこう箸休め的なのも入れたいなとか。で冒頭にそういう話をして、少しこう、なんだろう、見てくれてるみんなのもこう肩の力を抜いて勉強に入りやすくしたいとかっていう、もちろん思いもあるんだけど、それよりも、いずれ自分のねチャンネルの動画って基本的な内容が多いから、こう勉強が苦手な子とかも繰り返し学習する必要が出てくる子ってやっぱり多くなると思ってるのね。何度も何度も1回でマスターできないから、勉強っていうのは。でその時にやっぱりフリートークというか雑談の部分も繰り返しちゃうのは、見てくれた子にとっても自分のチャンネルの子たちは苦痛になるかもしれないと。であとはいずれ学校、その公立中とかね、公立高校とか、わかんない、私立もわかんないけど、学校の中で使ってほしいって、そこに入っていきたい、 YouTube の教育っていうものと学校の公教育っていうものの架け橋になりたいっていう気持ちがすごく強いから、今さ、学校って YouTube 見れないんだよね。いや、むしろネットも繋がってない学校なんてもうザラだから、普通にあるから。でネットは繋がってるんだけど、 YouTube はアクセス制限でアクセスできませんみたいな、もういっぱいあるんだよ。でそういうところをクリアしてて、クリアしてって、クリア、そのそこクリアするのがまず先なんだけど、でもクリアしてっても YouTube で勉強なんてありえないから、ポイポイっていうのがやっぱり普通なの、今日本にとっては。でも世界的にも遅れてるからね、その部分に関しては。だからそのやっぱ広告とか、じゃ広告もそうだけど、雑談とかもそうなんだけど、で広告もさ、途中に入れたいよ本当は。YouTube の主流で10分以上の動画をさ、途中に広告入れるのが普通だからさ、入れたい俺だって入れたいけど、でもおそらくいろんな学校がね、その YouTube プレミアムに登録してくれて、広告関係ない状況にしてくれたらいいんだけど、ハードルが高い、そこに行くにはまだ。
だから、それが当たり前になったらね、俺も途中広告入れさせてもらってさ、もうみんなプレミアムで見て、で広告関係ないでしょみたいな状況にしたいんだけど、でも学校に、じゃあ持ってった時、その、こういうのがありますって見せた時に、いや、広告途中にいっぱい入ってるのが邪魔なんですけど、どうにかなりませんかって、議論になるのが目に見えてるから、だから、途中に入れないの。夏休み特訓とかさ、冬休み特訓とかのやつは入れたりするけど、それはまた別だからさ。でも、中2の数学とか、中3の理科とか、そういったその一番オーソドックスな教科書をなぞって一番メインで取ってる部分には、途中には広告を入れないようにしてるのね。まあ、ちょっと話が逸れちゃったけど、その雑談の方に戻すと、で、自分がね、その匠くんのと一緒に登壇した時に、エディックスで登壇した時に、雑談は入れませんっていう。いらない、いらないとか、そういう思いがあるから、ない方がいいみたいな話をしたのね。でも、匠くんは入れてるじゃんか。だから、そこでちょっとね、匠くんファンの方もね、ちょっと反感を買ったらしくって メールをいただいたんだけど、そう。でもね、匠くんは、そういう、なんだろう、自分がこういう思いで話してるってことを絶対理解してくれてるから、理解できる男だからこそ、目の前で言えるの、ああやって。そう。別に匠くんをディスりたくて言ってるわけじゃないし、あれに関してはね。で、まあちょっと話が逸れちゃったんだけど、教育って、型にはめちゃダメだと思うの。いや、ある程度型にはめなきゃいけないけど、はめなきゃいけないんだけど、はめすぎちゃって、これが、こうやんなきゃダメだよ、みたいな。雑談入れなきゃダメだよ、雑談抜かなきゃダメだよ、みたいな。それはね、進歩しなくなっちゃう、教育が。いろんな人が自分のこだわりを持って、しっかりとした狙いを持って、匠くんがあそこに雑談入れてるのは狙いがあるんだもん。彼がただただ話したくて話してるわけじゃないんだって、あれは。だからこそ、そういったものをいろんな人がいろんな教育をしていく。で、それを自分もいろんな人から感化されて、あ、なるほど、こういうのがあるんだ。こういうふうに思いがあるんだって。そういうのを触発されて、もっといいものにしていこうって。それが相乗効果を生んで、個々がレベルアップしていったら、教育全体のレベルが上がっていくと思うんだよね。で、そういう姿勢がすごく大事なんじゃないかなって思ってる。特に、その YouTube、まあ、YouTube の教育って分野だと自分はフルザンになっちゃうからさ。フルザンでしかも年上だからさ。ね、みんな若いじゃんか。今の子たち。今の子たちっていうのはあれだけど、若いね。匠くんだって8個下だからね、俺よりね。若いから。でも、自分みたいなフルザンが目の上の炭鉱になっちゃダメなんだよ、絶対に。でも、自分が自分のやりたい姿勢をやっていく。だけど、匠くんに関しても本当に尊敬してるし、他のね、教育 YouTuber の方もそうだけど、尊敬してるからこそ、だからこそ自分の道をしっかり行きたいの、ちゃんと。と思ってね、あの場で話をしました。そう。っていう。まあ、ざっくり言うと言い訳です。あとめっちゃ怒ってたんだもん、匠くんのファン。ごめんね。申し訳なかったんだけど。でも、匠が、のことを尊敬してるし、ちゃんと理解をしてくれてると思ってるからこそ話しました。そういうふうに信頼がなかったらあの場で話さないです、ああいう言葉。っていう話でございました。すいません。小声モードかつ、なんかこんな話なんですが。でも、これからさ、教育やっていきたいなと思う子たち、うちのね、チャンネル結構多いんだよね。教育学部目指してますとか、教育学部通ってますなんて方もいらっしゃるし、これからみんな自身の教育を見つけていかなきゃいけない。てか、見つけてってほしい。最初は誰かの真似からでいいと思うんだよね。いろんな人から学んでって真似してやってっていいんだけど、それからそのうちだんだんと自分の教育っていうのを作っていって、で、まだみんな若いけど、これからだんだん中堅先輩ってなっていくわけよ、どんどん。その時に自分の教育っていうのをぶれないもの、ぶれないけどいろんなものを吸収するって柔軟性を持ったぶれない芯の部分っていうのを大事にして、なんか教育全体を盛り上げてってほしいなと心から思います。はい、という話でございました。はい、すいません、こんな話ですけど。 という、じゃあ締めましょうか。じゃあ今週のダラダラジオは、教育は答えがないから面白いというテーマで喋らせていただきました。今回もここまでね、聞いていただき本当にありがとうございました。で、これを投稿してる時はもう終わってるかな。今日実はですね、七夕ですけども、Google さんに行って学校の先生たちを集めてね、その先生の前で自分の活動を喋るっていうのをやってきております。もしね、万が一めちゃくちゃへこむ結果になっていたら、きっと Twitter で荒ぶっていると思いますが、きっとそうならないように努力してきます。まあ、そんなね、先生いらっしゃらないと思うんですけど、まあ、何があるかわかんないですけどね。ただ、いろんな方に、YouTube で教育があるっていうこと、自分のチャンネルじゃなくていいからね、教育があるっていうことを、
今年は本当とにかくいろんな方に知ってもらうっていうのを大事にしていきたいので、ひとまず頑張ってきます。撮影してるのは前日なんでね、明日頑張ってきます。まあ、終わってるんで皆さんお疲れっていうの、コメントよろしくお願いします。はい、ではまた来週ね、何か喋っていくので、もしよかったら次回も聞いてみてください。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。